この宇宙には無数の時間が存在している。明日ですか。でも、はい、もちろん終わってます。はい、どうも。どうしました。明日また急なもんな。はい、いや、しょうがないですね。はい、わかりました。はい、どうも。できるわけねえだろっつうの。バカ野郎。俺は高木和弘。まあ見ての通り冴えない男子高校生だ。でもそんな俺が夢中になっていることがある。放課後にこの公園に来て小説を書くこと。雨や雪が降っていない限りほぼ毎日書いている。家はエネルギーが低い。かといって図書館は暑苦しい。ここはいろんな人を見ながら、いろんな音を聞きながら、いろんな空気を吸いながら作業ができる。すごくエネルギーが高い場所。今まで恋愛なんかに一切興味がなかったはずなのに、それは突然訪れた。一目で感じたんだ。彼女は他の女性と違うっていうこと。まあ今思うと、あの時の彼女の表情は何か切なく悲しくも見えた。でもそんなことは考えずに、今このタイミングで話しかけるべきか諦めるべきかを考えていた。ああ、どうしよう。もう二度と会えないかもしれない。このチャンスを逃したら次があるかもわからない。よし、すいません、隣いいですか。あ、はい。よし、第一段階はクリアだ。で、この後はどうすればいいんだろう。考えろ。やっぱり俺には無理なのかな。このままだと彼女に話しかけた記憶がそのまま残っちゃう。戻さないと。説明するのをすっかり忘れてたよ。そう、俺は時間を旅することができるんだ。
まあそうは言っても正確には過去に戻ることができるんだ。ただ戻れるのは自分に関係がある過去だけ。時間を巻き戻せるっていうと分かりやすいのかな。例えば5年前に戻ると自分も5年前の自分になる。もちろん考え方とかは今のままでいることができる。戻り方は簡単。この懐中時計を握って戻りたい過去を思い浮かべるだけ。これでいいのかな。いや、いいんだよな。危ない。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あなたは大丈夫ですか？大丈夫です。あの、しっかり前を見て走ってくださいね。はい、本当にごめんなさい。大丈夫です。気をつけて帰ってくださいね。はい、すいません、失礼します。あの、本当にありがとうございました。いえいえ、あの、怪我とか大丈夫ですか？大丈夫です。ならよかった。あ、僕の名前和弘って言います。高校2年生です。君は？私はルリって言います。高校3年生。あ、すいません、タメ口でしたね。あの、ルリさんって呼んでもいいですか？タメ口で全然大丈夫だよ。ルリって呼んでね。私はなんて呼べばいいかな。あ、みんなカズって呼ぶんで、カズで。じゃあ、カズくんって呼ぼうかな。わかった。本当にありがとうね。あ、いいえ。なんか、映画みたいだね。そうだね。あ、そう。もしよかったら、この後時間ある？うん、あるけど、どうして？一緒にカフェにでも行かない？うん、いいよ。さっき助けてくれたし。こっちだもん、行こう。あのさ、今日公園にいたよね。うん、いたよ。俺、あの辺に住んでて、あの公園で小説とか書いてるんだ。すごい、小説家になりたいの？あ、いや、将来は脚本家を目指してる。そのために書いてるんだ。へえ、有名になってね。ありがとう。ルリはどの辺に住んでるの？あー、いろいろあって先週引っ越してきたばかりなんだよね。だからこの辺のこともよくわからないんだ。あ、あの公園にも今日初めて行ったんだよ。そうなんだ。で、いろいろって何があったの？あ、それはそのうち教えるね。あ、うん。あのさ、ところで明日の放課後とか空いてたりしない？うん、空いてるよ。どうして？街とか公園とかこの辺を案内したいなって思って。本当？嬉しい。あ、いや、もちろん良ければなんだけど。じゃあ、お願いしよっかな。じゃあさ、その、連絡先とか教えてくれない？あ、ごめん、親から男子との連絡先の交換禁止されちゃったんだ。あ、もう少し仲良くなったらこっそり教えるよ。その前に死ななかったんで。そうなんだ。死ぬかもしれないの？うん、違うよ、冗談冗談。じゃあ時間と場所決めよう。うん。あなたにどんなにひどいことさ
無理してみても夜には寂しくなっちゃうし、すぐに連絡をしてしまう、すぐ許してしまうの。たとえあなたがニートだとしても、あなたなら貢いでしまうわ。ニートと付き合いたくはないけど、あなたなら左手の薬指まで。あのさ、そろそろ連絡先教えてくれない？どこの高校なのかもわからないし。あー、そのことなんだけど、もう少し待ってもらえないかな。なんで？どうしたの？ごめん、ちょっと目にゴミ入っちゃったみたい。帰ってきたから読んでね。お、ありがとう。じゃあまたね。それ帰るまで絶対見ちゃダメだから。明日もし私が来なかったら、この番号に電話してみて。カズくんと出会えてよかった。どういうことだよ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになって。二人でずっと幸せなら、それがいいなって。もう少し仲良くなったらこっそり教えるよ。あなたもずっとずっとって考えてくれてないかな。そうなんだ。他のものになりたい。死ぬかもしれない。うん、違うよ、冗談冗談冗談だよな。あなたなら貢いでしまうわ。にこうなったら片っ端から探すしかない。あ、もしもし、久しぶり。あのさ、今時間空いてるかな。あ、そっか、忙しい、ごめん、ありがとう。あ、もしもし、あのさ、ちょっと聞きたいことがあって。あ、ありがとう。あのさ、仙台に住んでる高3の女の子で、佐藤瑠璃っていう女の子、知らないかな。うん、大丈夫、ありがとう。あ、うん、あのさ、高3の女の子で佐藤瑠璃っていうの知らないかな。学校に対してだよな。ごめん、ありがとう。じゃあな。あ、もしもし。あ、聞きたいことがあってさ。あ、そう、あのさ、お前の一つ上の学年で佐藤瑠璃っていう女の子知らない？だよな、知らないよな。ごめん、ありがとう。あ、もしもし、ゆり？久しぶり。あのさ、ちょっと聞きたいことがあって、今時間大丈夫？あ、ありがとう。そのさ、高3の先輩で佐藤瑠璃っていう女の子知らない？え？知ってるの？本当に？じゃあさ、話を聞きたいんだけど、明日の5時とか、あ、午後の5時ね、にカフェのミスティっていうところ、わかる？そこで話を聞きたいんだけど、どうかな？いい？ありがとう。じゃあ、明日よろしくね。